皆さん、こんにちは。1980年代から1990年代にかけて、国内市場で高い人気を誇っていたのが、スペシャリティカーと呼ばれるモデルで、現在は人気の低迷から極端に少なくなってしまいました。そこで、今回は色褪せない魅力がある往年のスペシャリティカーをご紹介します。1. トヨタソアラ。トヨタ初代ソアラは1981年に発売され、ハイソカーブームを牽引し、幅広い年齢層のユーザーから高い人気を誇りました。全グレードで直列6気筒エンジンを搭載するロングノーズのスタイリッシュな2ドアクーペで、デザインだけでなく先進的な装備も注目されました。1986年に2代目が登場すると、外観は初代からのキープコンセプトとされ、好景気に沸いていた時代背景もあって、初代以上のヒット作になります。1991年に発売された3代目は、北米でレクサス HC として販売されたため、ボディが大型化し、よりエレガントなデザインに変貌。搭載されたエンジンは280馬力を誇る 2.5 リッター直列6気筒に、トップグレードには260馬力の4リッター V 型8気筒が搭載されるなど、スポーティーさとラグジュアリーさの両面を強調しています。2005年には日本でもレクサスブランドの展開が始まると、ソアラはレクサス SC に社名が変わることで消滅し、 SC も2010年には生産を終了しています。 2. 日産2代目レパード。1980年に登場した初代レパードは、先進的なスタイリングの4ドア、2ドア、ハードトップに燃費計やフェンダーミラーワイパーなど先進機能を搭載して話題となりました。そして1986年にモデルチェンジされた2代目では、当時大人気だったトヨタソアラを意識したかのような2ドアクーペに一新。1988年のマイナーチェンジでは、シーマにも搭載された最高出力255馬力を誇る3リッター V 型6気筒ターボ VG30DET 型エンジンを追加ラインナップし、日産のフラッグシップクーペにふさわしい性能を得ます。その後、1992年にレパード J フェリーに名を変え、ラグジュアリーな4ドアセダンに生まれ変わりますが、デザインの不評などで販売は低迷。1996年には4代目としてオーソドックスなデザインのセダンとなりましたが、劇的な販売増にはつながらず、この代をもってレパードは終焉を迎えました。3. スバルアルシオーネ SVX。 スバル初のスペシャリティカーとして1985年に発売されたアルシオーネは、優れた空力性能を実現した直線基調の外観と未来感あふれる内装のデザインが特徴の2ドアクーペです。そして1991年に2代目にあたるアルシオーネ SVX が登場し、外観は初代の直線基調から一転、曲面を多用した幽霊で美しいフォルムに変貌しました。デザインの原案は巨匠ジュージアーロの手によるもので、アルシオーネ SVX の美しさ表現するミッドフレームサイドウィンドウによって、単なる2ドアクーペとは一線を画する個性を主張。エンジンは最高出力
240馬力を発揮する 3.3 リッター水平対向6気筒自然吸気を搭載し、駆動方式はフルタイム 4WD を採用。アルシオーネ SVX はヒット作にはなりませんでしたが、生産は比較的長く続けられ、1997年まで生産されました。4. ホンダレジェンドクーペ。ホンダは高級車ブランドアキュラを北米で展開するにあたって、1985年にハイグレードなフラッグシップセダンレジェンドを発売しました。1987年には 2.7 リッター V 型6気筒エンジンを搭載するツードアクーペレジェンドハードトップを追加ラインナップ。そしてセダンは1990年に2代目へとモデルチェンジされ、1991年にはクーペも2代目が登場。2代目レジェンドクーペに改名され、ボディサイズはかなり大型化されました。一方、この大きなボディによって伸びやかな美しいスタイリングを実現しています。エンジンは最高出力215馬力を発揮する 3.2 リッター V 型6気筒自然吸気を搭載。セダン用に新開発された4輪ダブルウィッシュボーンサスペンションはクーペ専用にチューニングされ、上質な走りと高い走行性能を発揮しました。内装もセダンに比べホールド性を重視したシートの採用などによりスポーティーでありながら高級感あふれる車となっています。レジェンドクーペは1996年に生産を終了し、3代目以降には2ドアクーペは設定されていません。5. マツダ MX6。 1992年に登場したマツダ MX6 は高性能なロータリーエンジンを搭載したユーノスコスモとは異なるキャラクターのスペシャリティカーとしてデビュー。外観はロー&ワイドな流麗で伸びやかなフォルムの美しいボディラインが印象的なクーペです。搭載されたエンジンはフォードブランドで販売されていた2代目プロームと同じ 2.5 リッター V 型6気筒と2リッターの直列4気筒を設定し、駆動方式は FF の 2WD のみとなっています。 MX6 はロークラスのスペシャリティカーだった日産シルビアやホンダプレリュードにはない V 型6気筒エンジンによる余裕ある走りと豪華な装備で、当時としても贅沢な一台に仕立てられていました。しかし発売直後にはバブル崩壊後の景気後退が著しく、販売数は伸び悩み、1995年には生産を終了します。いかがでしたか？何かのお役に立てれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録をお願いします。